ゆずきゆかりと絆あかりのパワポケ解説コーナー。今回の質問はこちら。 DS パワポケの超能力者の中でも目立つ本風について詳しく解説してほしいです。そもそも本風さんって誰ですか？江蘇省の出身で、フルネームは右本風。パワポケ13で初登場したキャラクターよ。13では13番高校の監督をしていたわね。野球部の監督の外国人さんなのね。しかしてその実態は、元は中華系資本グループ中パイロンの暗殺者で、世界越しの実力を持つ殺し屋。その後ジャジメントのジオットの部下になり、他人の能力をコピーする超能力を得たバッドエンドのコードネームを持つ男。野球部の監督の裏の顔がヤバすぎる。組織内で3番目に強いことからナンバー3とも呼ばれていて、冷酷かつ気まぐれでいたずら好きな性格よ。ちなみに女性に見えるけど、男性器を切除して男性ホルモンが少ないだけで、性別は男よ。男性視聴者の心に9999のダメージ。超能力者だけではなくて、ヒーローの能力などもコピー可能なことから、彼の能力の得意さがわかるわ。コピー能力ってすごいのね。コピー能力がすごいというか、彼自身がすごいのよ。彼の身体能力と頭のキレがあってこそ、コピー能力を生かしきれているの。まさに天才ね。そんな人がなんで野球部の監督をやったり、誰かに従ったりしているの？じゃあ彼の目的と彼の末路について詳しく説明するわね。ジオットに誘われて友人という形で手を組んだ本風。仕事で殺しに来た相手と仲良くなったのには、本風の過去が影響しているの。過去ですか？本風は過去に大切な女性を殺されてしまっているの。え？銃を所持した敵が25人で、その女性を人質に取り本風を潰しに来たのよ。結果的に本風は25人全員を倒したんだけど、女性を守ることはできなかった。それ以来何をしても満たされなくなってしまい、ジオットと一緒に世界を壊す遊びに参加することになるのね。大切な女性を目の前で殺されたならおかしくなるのも無理ないか。というのが、本風がジオットと手を組んだ最初のきっかけ。最初の目的は強すぎたがゆえに、世界を相手にするくらいでないと憂さ晴らしができない程度だったんでしょうね。最初の目的？ジオットと行動を共にする中で、本風はある可能性に気がつくのよ。世界中で超能力者が生まれる中で、本風も他人の能力をコピーする力を得るの。さっきも言っていた、本風だからこそ強い能力ね。そして他の人も様々な能力を得る中で、本風はとある能力が存在すれば今の自分の問題を解決できるんじゃないかと思いつくの。とある能力？本風は過去に女性を守れなかったことで心が満たされなくなり、その話をジオットからされた結果、行動を共にすることになる。だったらそもそも女性を守れていたら全てが解決するのではないか。時間の巻き戻し系。その通り、彼が求めていたのは時を超える力よ。女性が亡くなってからも能力を伸ばし続けていた本風は、今なら一瞬で25人を倒せるレベルになった。過去にさえ戻れれば、あの日のあの瞬間にもう一度行ければ彼女を救うことができる。自分の後悔を清算することができる。自分の能力があれば、この世界に一人だけでも時を超える力を身につけた人間が現れれば、それをコピーして何万回でも使うことができる。過去に戻って女性を救うことが本風の本当の目的というか真の願いね。本風もずっと苦しかったのね。周りの人間は超能力者を生み出すことに積極的な本風を見て、自分の力を高めて自分の価値を上げるためだと思っていたけど、本当の願いはもっと人間らしい内容なのよ。だからたくさんの人を殺している悪人だけど、どうしても彼を嫌いになれないの。気持ちは十分すぎるほどわかるもんね。でもパワポケ世界にはタイムマシンや未来人が存在するし、ジオットと組んで世界最大の企業の力を使えるなら、その技術を使って女性を救うことも可能だったんじゃないの？過去に行って救う行為自体はおそらく可能ね。でもタイムマシンを使って歴史を改変すると、タイムパトロールに気づかれて歴史改変前の過去から修正されてしまうの。パワポケ6種の任務がまさにそれだったわ。未来の世界ではタイムマシンを使って歴史を改変しようとする犯罪が多いらしく、その対策組織もしっかりと設立されているの。しかも本風が女性を救えた場合、
その後の彼の行動にも影響が出るだろうから、世界の歴史が大きく変わる可能性が高い。だから余計に歴史改変を修正しないとってタイムパトロールが出てくる可能性も高いわけ。本風が世界の中でも重要人物だから変更されたらまずいわけね。本風がモブキャラで女性を救っても大して影響がなければ、まだ成功した可能性はあるわ。後悔して強くなりすぎた結果、願いを叶えられる手段の一つを潰してしまったのよ。なんていうか救われない人ね。彼の願いは最終的には叶ったのかしら。私は叶わなかったと思うわ。世界中のヒーローや超能力者たちと本風含むジャジメント勢力との戦争、本風はその力で多くの敵を圧倒するんだけど、数と14種の力の前で敗北してしまうわ。こんな強い男を倒せるなんて。最後はいつだって子供がヒーローなのよ。でも敗北後も危険人物にもかかわらず殺されなかった様子を見て、彼の中で今までの付き物が落ちたんでしょうね。カタストロフで世界中に化け物が発生した際には、ヒーローたちを自分の能力で世界中に転送して人々を救っていたわ。自分も一番強い敵を倒しに行ってるしね。ヒーロー側になったってこと？彼はヒーローにはなれないわ。おそらくその戦いも生き延びたでしょうけど、その後は彼一人でふらふらと世界を回って、どこかでバッドエンドを迎えたことでしょう。ベジータ化するにはいいタイミングだと思うけど。彼はもともと善人でも悪人でもないのよ。自分がしたいことをするって考え方の持ち主だから、気に入らない相手は誰だろうと倒すし、大切な相手は何を犠牲にしてでも助ける。でもその考え方はヒーローとしては不正解だから、彼は絶対にヒーローになれない。ヒーローになったらしなければいけないが増えそうだもんね。多分13種や14種みたいに自分が認めた相手にいろいろ親切にしたり、気が向いたらヒーローを手助けしたりして世界を回りながら時を超える力も探すんだけど、結局見つからなくて、彼のコードネーム通りにバッドエンドを迎えるのが最後だと思うわ。そのバッドエンドですら笑ってそうね。善悪を超えて好き勝手をした男の最後としてはふさわしいのかもしれないわ。きっとその時にはもう彼に後悔はないでしょう。なんか後期のパワポケって派手さばかりに目が行くけど、一人一人のに目を向けると人間ドラマって感じがするのね。だから敵なのに愛されているキャラクターが多くいるのよ。 DS パワポケは超能力や裏社会が出すぎてダメっていう人にもぜひ個々のキャラクターを見つめ直してほしいわ。きっとまたパワポケが楽しくなるわね。そうね、私たちもそういう動画をたくさん作ってパワポケの魅力を伝えていきましょう。それじゃあまた次回の動画で会いましょう。パワプロくんポケットフォーエバー。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、感想コメントお待ちしています。他の動画も見ていってくださいね。